子育て論の追加でございます。さっき話しそびれちゃったんですけども、あと1個ありました。あの今ね、子供を持った人、特に10歳以下のお子さんを持った方、あなたが親だとしたら、暗号通貨のことをちゃんと説明できなかったら、ブロックチェーンのことを説明できなかったら、子供は落ちこぼれます。これはね、本当覚悟した方がいいと思いますよ。暗号通貨って一部のマニアックな人が考えているものでも、一過性のものではなくって、必ずこの世の中を席巻するものです。で、お父さんビットコインいくら持ってるの、お母さんビットコインどのくらい持ってる、どのくらい儲けたのって聞かれた時に、いやお父さんビットコインこれだけ持ってる、ビットコインのバブルの時こんだけ儲けたよぐらいのことが話せないと、多分信頼されないと思いますよ。え、暗号通貨のこと知らないのみたいなね。それこそ私たちが幼い頃、ファミコンをね、私もファミコンしなかったんですけども、ファミコンのことがよく分かんないお父さんお母さん、ゲームが下手な親世代を、あお父さんお母さんはなんか古いね、時代遅れてるねみたいなことを思ったと思いますけども、そんな感じで思われますよ。え、お父さんもお母さんもブロックチェーンのこと分かんないの、いやなんてところに生まれちゃったんだっていうふうになりますよ、本当にね。で、今学べるチャンスなんですよ。で、子供に教えてあげれるんですよ。だこういうチャンスを逃しちゃダメかなと思いますね。で、スマートフォンもやっぱ上手に使えないといけないですし、アカウントをねきちんと作ったりとかね、それからステーキングとかをこうさささっとやってあげるとかね、それこそディファイのことが10分ぐらいでまとめてパパパッと話せるとかね、でレンディングとかがもう口座がいくつかあってできるとか、アービトラージもちょっと経験してるとかね、それははっきり言って今10歳以下のお子さんが20歳前後になった時にもう多分ね、もう当たり前のように聞いてきますよ。私たちもそうだったわけなんですよ。私たちもきっと時代は繰り返すじゃないですけどもね、私たちが20歳の頃にもうお父さんお母さんにこれ聞いても無駄だろうと思ったこと山ほどあったと思うんですよ。そういうふうに思われるってことなんですよ。だから暗号通貨のこととかって自分の利益のためじゃなくって、これから10年後とか20年後社会の第一線で旅立とうとしている子供たちにね、渡す最低限のプレゼントなんですよ、このブロックチェーン暗号通貨っていうのは。だから絶対に今まだ子供が小さいうちに親はマスターしとかないといけない。一通り暗号通貨のことを子供に教育できるようなスキルがないとどえらいことになりますからね。それこそね、なんかね、その車の免許証がない親を持った感覚って言ったら分かりますかね、もっと言ったら高校も卒業してない親を持つ感覚みたいに子供から思われます。もちろん他に大きな特徴があれば全く問題ないんですけども、子供は冷静に値踏みしてきますし、他の人はこうなのになんでうちだけこうなのっていうふうなことをね、私たちが親に言ってきた言葉を今度言われる立場になりますんで、今ね、何としてもね、苦しいかもしれないけども、しっかりと頭を鍛えて子供たちに教えれるようになった方がいいと思います、まあ、私もね、はばかりながらブロックチェーンのこと早めに、興味を持ってね、一定のレベルでマスターした方だと思います、まあ、ですのでこの辺ではものすごくね心配はしてないんですけども、逆にこれを身につけてなかったらどういうことになるんだろうなと思って本当にビビりますよね。子供は常に新しい時代のことを考えてますから、どう考えても親が追いつけないんですよ。でも今2021年じゃないですか、2021年のレベルのことすら追いつけてない親を2030年に子供がどう見るかってことなんですよね。これ本当に真剣に考えないと、お父さんお母さん遊んでる暇ないですからね、それこそ子供の命とか未来とか、腹くくってやんないと偉い目に遭いますからね。ご用心ください。暗号通貨ブロックチェーンはこれはねマスター必須ですからね。ビジネスをやってるからとか、それに興味があるからやるとかなんとかじゃないんですよ。興味がない人もマスターです、絶対に。じゃないとひどい目に遭います。子供はもう二度とあなたのところに帰ってこなくなります。そればかりかもっとひどいことになるかもしれないんで、すごい時代になれると思いますよ本当に、まあ、そのぐらいの思いでやってもお釣りが来るんじゃないですかね。危機感を持たないともうブラブラしてる暇ないですからね。じゃなきゃね、そこそこのレベルいってる私がね、深夜まで動画撮ってないですからね。いってらっしゃい。